渋野日向子アクサレディスゴルフトーナメント in 宮崎2021 2日目、32位タイ、ラウンド後約2時間20分の居残り練習。アクサレディスゴルフトーナメント in 宮崎2日目、2021年3月27日 UMK カントリークラブ宮崎県、6568ヤードパー72。国内女子ツアー21年の4戦目アクサレディスは2日目の競技が終了。前回大会朝の川本結衣が9バーディーノーボギー。2013年堀夏香の持っていた64を上回る63のトーナメントコースレコードでトータル13アンダーまで伸ばし単独首位に浮上。連覇に王手をかけた。4打差の2位タイに今大会が21年初戦のシンジエ、韓国と今季2勝の稲見萌寧。トータル8アンダーの4位タイに岡山絵里、ペ・ソンウ、韓国。トータル7アンダーの6位に河本と4組でプレーした原絵里子が続いている。その他、今大会が21年初戦のキム・ハヌル、韓国はトータル1オーバーの48位タイとギリギリで予選通過している。3バーディ、1ボギーと2つスコアを伸ばし、上がり2ホールに入った渋野日向子。しかし、ここからあまりにも苦しい時間を過ごすことになった。最後に爪の甘さが出た。自分の実力を思い知ったというか、今の現状を思い知った感じ。ちょっと悲しいですね。その始まりは、17番パー4、ドライバーで放ったティショットから。当たりはすごい良かったんで、自分のスタンスの向きの問題かなと、この打球がフェアウェイ右に待ち構えたバンカーに捕まった。不運だったのは、落ちた場所のすぐ目の前がアブという状況。もはやフェアウェイに出す以外、選択肢は残っていなかった。その後の3打目も、グリーン奥カラー、9メートルほどとピンに絡まず。さらに、ここでパターを握るも、ミスだったと4打目が2メートル。さらにボギーパットが50センチほどと、共にオーバーした。この2打についても、爪の甘さが出たと反省した部分だった。しかし、これだけでは終わらない。最終18番パー5にも落とし穴が待っていた。ティショット、セカンドショットはフェアウェイをキープしたが、54度のウェッジで打った残り79ヤードの3打目が、グリーン手前のカラーからバックスピンし、そのまま傾斜を転がり落ちた。そして無情にもボールは池に飲み込まれた。アゲンストの風が吹く状況ではあったが、自分が思っていたキャリーが打てなかった部分に問題点を求める。この状況に応じて距離を合わせることは渋野が先週から意識的に取り組んでいることだ。この後打ち直しの5打目をピン左5メートルにつけると、そこから2パット、わずか2ホールでプラス4と大きくスコアをロスしてしまった。前日、共にバーディを奪い、一気に順位を上げた2つのホールが、翌日になり一気に暗転。トータル1アンダー、32位タイまで後退させる、魔のホールになってしまった。そこまでは、チャンスパットがわずかにショートする場面などもありながら、しっかりと耐え抜き、スコアを伸ばしただけに、あまりにももったいない結末になってしまった。悪いところは全部わかっている。それを修正したいと話した渋野は、ラウンド後、まずは1時間30分ほど特打ちを敢行。ここでは、アイアンの調整に多くの時間を割いた。結局、アプローチ、パターも含めて約2時間20分の居残り練習を行った。すでに、選手の多くが引き上げ、キーパーが練習グリーンを整える時間になっていた。明日、不安な要素がなく臨めるように、渡米直前の試合をいい形で締めくくりたい。ゴルフ情報、アルバ .net。みんなの声、渋野日向子さん、2日目厳しかったです。難しいですね。初日にバーディを取った上がり2ホール、ゴルフはあまりにも繊細です。しかし、これもいい経験です。ラウンド後の長い居残り特訓も今後に生きてくると思います。最終日のラウンドも大切に戦っていただきたいです。どんな時も応援しています。
やはり渋子のインサイドにテイクバックしての低いタップからだとダウンスイングもインサイドから入りすぎるからプッシュアウトもフックもダフりも出やすくなる。つまり精度も飛距離も落ちてしまうだろ。 LPGA の審判さんへ、スロープレイはきっちり時間を計って平等に警告すること。勝負どころで意識的にプレイを遅くする選手がいるので注意してほしい。カッカすごい。ロブショットのチップインも素晴らしかった。明日はぜひ優勝してゴルフもメイクも成長した証を見せてほしい。応援してっと。川本結衣選手大爆発、9バーディの63はすごい。このまま優勝まで突っ走りそうだが、4打差に実力者シンジエ選手と今季好調の稲見萌寧選手も追いかけてくるだろうから予断は許されない。我が輩の優勝インタビューを見たいか、久々に我が輩のメイクを見たいか、楽しみにしておけ。今日はすごかった。明日の最終組3人ともスロー、1人は長なのでかなり前と飽きそう。稲見さんは憧れの川本さんとだから嬉しいのでは。川本さんは勝って心置きなくアメリカに行ってほしいですね。すごいわな。後半にダボ2つの問題ではない、スイングの問題なのだよ。正直現状のスイングでアメリカ挑戦は厳しいのでは。渋野はドライバーの打ち方変えてますます悪くなりました。今日の上がりホール連続ダボもまた後になってドラマチックな渋子劇場の一部になると信じています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。